うも皆さん、おはこんばんしらら。現代最強のチャリンコ YouTuber、グッドルッキングガイ、新荒北鏡対戦第4。そんなわけで今回は、オワコンロードバイク業界、中古市場に支えられてる、そんなお話ししていこうと思うんでね、最後までご視聴よろしく、マーベイクです。おー、イエス。やっとモーターのコイルが温まってきたとこなんじゃない？この不思議ちゃんが荒北鏡。改めまして、おはこんばんちなら、グッドルッキングガイ新荒北仮面と和製スタガン第4。まあ、早速本題、僕らが乗るこのロードバイク業界が、なんと中古市場に支えられてる。ご存知ですかって話、マーベリックなんだよね。まあ、2020年あたり、まあ、コロナ禍になってからかな、まあ、僕の周り新車でロードバイク買うような人、まあ、あんまりいないかな。まあ、チャリンコ YouTuber であったりチャリンコインフルエンサーの皆さんはね、案件で、新しいカーボンロードバイク、もらって乗ったり、まあ、動画の企画として、まあ、最新の、カーボンロードバイク、購入なんてのね、動画上がってたりするけど、実際問題一般ユーザー新車、購入あんまりしてないよね。まあ、僕の周りのサイクリスト、2代目3代目のロードバイクは、まあ、新車購入ではなくて、まあ、中古市場からね、まあ、フレームを買ってきて自分で組んだりね、しています。まあ、ということはおそらくなんだけど、この今世の中、まあ、都内走っているロードバイクの半数以上が、まあ、新車購入ではなくて、まあ、中古で、購入したロードバイクなんじゃないって話、マーヴェリックでね。その原因は何なのか、まあ、コロナ禍に始まり、コロナ明け、そして不景気からの金属パーツの高騰であったり、まあ、円安が拍車をかけてね、まあ、ロードバイクを販売する企業、まあ、メーカーも含めて、まあ、この材料の調達に、まあ、四苦八苦している中、まあ、某コンポーネントメーカー、まあ、コスト削減が目的なのか何なのかわからないけど、これまでの、主流であった機械式リムブレーキのコンポーネントを、なくして、これからは油圧ディスクブレーキ、まあ、電動コンポの時代を作ろうとしている傾向があるテグラって話、マーヴェリックなんだよね。メーカー側の視点で考えれば、確かにコスト削減のためにはラインナップを減らして共通パーツの幅を増やすことによって、まあ、利益を出せるのかもしれないけど、高級機材で統一されてしまうっていうことは、やっぱりね、車体本体価格がね、高騰してしまう原因になってしまうって話、マーヴェリックなんだよね。エントリーモデルでさえ5万円から10万円の値上げ、さらにミドルグレードで20万円前後の値上げ、さらにはハイエンドモデルに関してはもう30万円ぐらいのね、値上げがされているこのロードバイク。まあ、このご時世、不景気のご時世でそんなことされたら誰も買わなくなっちゃうって話、マーヴェリックだよね。まあ、YouTuber の案件動画なんかを見ていると、まあ105から DI2 化が始まって、で、まあ、安くなった、ぜひ買ってみてみたいなね、ことを言ってるんですけど、安くなったっつったって20数万円、コンポーネントだけで20数万円、でその20数万円、どこが安いのって話、マーヴェリックだよね。まあ、そのお金出すんだったら、まあ、中古のね、 250cc のちょっと速いバイク買えるんじゃないって話、マーヴェリックなんだよね。メーカーであったり業界がこの金銭感覚バグらしにかかってるんじゃないって話、マーヴェリックだよね。まあ、僕の周りにいる一般ユーザーのね、意見を聞くと、やっぱりリムブレーキ、機械式リムブレーキのロードバイク、まだまだね、乗っていたいっていう方結構いる。で、まあ、企業側はそれをガン無視して、いや、商売だからね、レースに勝つための機材だからっていうね、まあ、言い訳をしつつ、全モデルを油圧ディスクブレーキモデルにする、そしてさらには上位3グレードは DI2 化してしまう、ユーザーのニーズとずれちゃってるんじゃないって話、マーヴェリックなんだよね。まあ、コロナ禍になったばっかりの頃はね、この一時期品薄になっていた中古市場、まあ、コロナが明けるちょっと前ぐらいからね、多少ね、価格は高くなったにせよ、
ロードバイクの中古市場、在庫もね増えてきたよね。まあサイクルパラダイスさんなんかはねよく行くんだけど、まあ、中古だから安いのは当たり前だろっていう人いると思うんだけど、やっぱりちょうどいい手が出しやすい価格帯で今もねリムブレーキモデルのロードバイクを販売してくれている。まあ利益がなかなか出せなかったこのコロナ禍、まあ、中古市場のまあショップのまあオーナーさんだったり店員さん、そんな人たちが頑張ってくれたからこの今の中古市場にぎわってるんじゃないって話、マーヴェリックなんだよね。僕はねあんまり中古品とかはね買わないんだけど、このサイクルパラダイスなんか行くと、まあ、コンポーネントはもちろん、ね、そのシフトレバー単品であったり、スプロケットであったり、シューズであったり、ヘルメットであったり、まあ、品揃えがね豊富がゆえに、まあ新規ユーザーであったりロードバイク初心者の方々が、まあ、中古市場でロードバイクデビュー数々しているんじゃないって話、マーヴェリックでね。バイチャリとかビチアモもいい仕事してるって話、マーヴェリックでね。あとカワチュンの動画、ビチアモ TV のカワチュンの動画なんかも結構ね鋭い切れ味があっていいんじゃないって話、マーヴェリックだよね。まあ大手のロードバイク業界、企業の方が、まあ、中古市場からやっぱ学ぶべきことっていうのはユーザーのニーズだよね。まあリムブレーキのコンポはもう作らないって言われたからとか、まあうちは海外の企業が経営するショップだからとか言ってね、まあ、メーカーや企業の言いなりになって、まあ高い自転車ばっかり売ろうとしていたらマジでオワコンになっちゃうかもって話、マーヴェリックだよね。現にスポーツバイクを販売している自転車店、まあ閉店ラッシュがね始まりつつあるてぐらって話、マーヴェリックなんだよね。日本独自の販売スタイルを導き出して世界を革命する力身につけないとヤーベリックって話、マーベリックだよね。まあ、前回の動画でもね僕自分語りしたけど、まあ、やっぱりエントリーモデルから、ミドルグレード、そしてハイエンドまで、まあ、フレームセット販売するべき、メーカーはフレームセット販売をやっぱりエントリーから始めるべきかなってね僕思います。まあ、エントリーユーザー、ライトユーザーに限らずヘビーユーザーでさえもうね、まあ中古市場に流れている現在、まあ、新品の高級機材を装備した、まあ、200万円のカーボンロードをね無理やり売ろうとすることよりも、まあ利益は少ないにしても地道にコツコツ、まあ、台数を売って自転車業界全体の利益を出すためにはやっぱりねこのエントリーモデルの強化であったりエントリーモデルのフレームセットを単体で売ることをね考えた方がいいんじゃないって話、マーヴェリックだよね。まあ、現行モデルの一番の違和感はねティアグラモデルがないっていうのがね僕の中ですげえ違和感、まあ、多分ねティアグラの完成車欲しい人、ね、ティアグラの油圧ブレーキモデル完成車欲しい人結構いるんじゃないって話、マーヴェリックだよね。もちろんねあの自転車を自分で組める人なんてほとんどいないんで、今まで通り完成車をね売ることは大事だと思います。まあ、ただねこのエントリーモデルのラインナップ強化は必要だし、まあ、前回の動画で言ったようにオプションパーツなんかもね、揃えるのも大事かな。でエントリーからフレームセット販売すればそのオプションもね売れて工賃もいただける。まあ、完成車よりは少し割高になってしまうけど自分の組みたいロードバイクをお店に組んでもらう、ショップに組んでもらうっていうねサービス始めるのもいいんじゃない。まあ、あとは自分でロードバイクを組めるような人は、まあ、コンポーネントだったりホイールだったりを、まあ、中古市場から手に入れて、で、この、まあ、各メーカーのショップから、新品の、フレームセット、まあ、エントリーからミドルグレードそしてハイエンドまで、好きなフレームを購入して、自分で組めば、まあ、全ての人がウィンウィンになれるって話、マーヴェリックかもしれないよね。そんなわけでね今回も、業界のこと何一つ知らない僕みたいな底辺チャリンコ YouTuber が生意気言っちゃったけど、まあ新規ユーザーライトユーザーに限らずヘビーユーザーでさえ、まあ、中古市場に流れている現在、まあ、スポーツバイクロードバイクの販売方法であったりラインナップ、まあ、今までと同じ売り方今までと同じ戦略ではもうねガチでオワコンになってしまうかもしれないって話、マーヴェリックなんで、ね、僕もねいつまでも、まあ、命燃え尽きるまでロードバイクを趣味にしたいんで、まあ、その時までロードバイクがあるようにね、まあ、企業の皆さん、メーカーの皆さん頑張ってください。また偉そうなこと言ってごめんなさい。